テクテクテクいやこの前あのまあとあるコメントコメントというかですね、まあ、公式 LINE、まあ、何のためにやってるかっていうと、まあ、お互いの、まあ、やり取りをスムーズにするためなので公式 LINE にあの返信いただいてもあの公式 LINE に登録しているお客さん約600名。 の方にはその文書見れませんからもう遠慮なくある程度なんでも質問してくださいそしたら僕もある程度なんでも解答しますでその方がまあちょっと特免させてもらいます <laughs> 言わなくてもいい、えー、その方がえっと、ね、サーリーミッドナイトスペシャル持ってるんだけどえー、っとクリスキングのホイールセットを入れたらじなんか時速2キロか3キロ上がるんかねみたいなまあそういう口調じゃなかったですけどまあ、上がるんかねみたいなでもし上がるんだったらちょっと検討しようかなみたいながあったのでよし そうだ僕もサーリーミッドナイトスペシャルがあるからこれをちょっと最速でく最速サーリーミッドナイトスペシャルの最速を目指そうかなと思って、まあ、エンジンはちょっと最近ちょっとあの重量オーバーというかちょっとペナルティでちょっとねあの重量物積んでますけど自分の中で最速で出たら面白いなみたいなそういうカスタムをしていくのであ今回のテーマはね何とかって。 サーリーミッドナイトスペシャルの、まあ、最速を目指しますとじゃあそのために何をしますかっていうカスタムをしますだからもしサーリーミッドナイトスペシャル持ってる方あとは黒森のロードバイク持ってる方でちょっと最速目指したいなんじゃないみたいなまあちょっとサイクリストガチガチのまあ別これはあの サイクルジャージ着てるサイクリストをバカにする内容ではありません、まあ、その人たちに追い越されて悔しい人がどうやったらその人たちを追い越せるかみたいなそういう動画、まあ、企画にしますこれを2日前、まあ、思いついたんだけどちょっとなかなか動画撮れなかったんで今回それをしますでじゃあ何をするかというとまず2つやっぱ広角で撮ったら店広く見えるないやいい質問来ました やばいでしょこれこのグランク皆さん EC です C ということはそうですカーボンです、はい、すごいですねこれどういったやって開けるのこれうわかっこいいこれすごいこれ日本で 僕は今でもつけてる人見たことないです。カーボンのクランクです。すげー。ーそうです。これをつけるんじゃないです。はい。<laughs> つけるんじゃなくて。<laughs> こっちはまだ、あ、後で紹介しょう。よいっね。もうクランクと。このチェーンに、ちょっとマニアックなに、発数です。四六三六。四六三六なんかも、う四六ワークスみたいな感じですけど。四六三六、あとイーストのステン。これにつけてますからね。 えとコスミックスタイオの最速目指しますからいや違う違うえっ、ー、とじゃあ何をするかというとまずねフロントダブルにします、はい、フロントダブルにして、まあ、これスプロケットもちっちゃくして、まあ、ダブルにするんだけど、えー、と50の34にして後ろを11の34のマノ、まあ、にしてでリアメーカーをマノ、まあ、105に しますで今後ですけど、えー、もしかしたら、えーとえー、2月中にホワイトインダストリーズが入ってくるかもしれないんで、えー、ホワイトインダストリーズのクランクダブルを入れます、はい、あとは、えー、とタイヤをね、えー、昨日展示会で見てきてた見たあのシュワルベのプロワンのねエアロっていうやつをね入れて。 もう空気抵抗を、ね、なるべく削減して、まあ、こういうのはありますけど <laughs>、まあ、あるからこそ空気抵抗を削減してこの飛島街道のこの何て言うかな潮風に負けないようなそようう風,うう風をこう切って走るような自転車を作っていきますので楽しみだなそうでその方が言ってたのが。 でもその方のなんか写真見る限りだとなんかねペダルがまだフラットペダルだったから、まあ、フラットペダルをね SPD にするだけでおそらくですけど、巡航速度に1.5キロぐらいは上がるんですよ。でもこれをさらに SPD、SL、SL ないかな。これね、SL にすればより多分フラットペダルよりは2.5キロか3キロぐらいはね巡航速度上がるはずです。これはね ちょっと数値化できないですなぜかっていうとその日の体調とか環境路面状況全部変わるんでこれはあくまでも肌感覚なんで僕の肌感覚なんでちょエノモド理論です、はい、あと変える場所はその方も確かねカーボンフォークウイスキーのカーボンフォーク入れてるみたいです。でタイヤがねなんか 700の 38C ぐらいだからそれはちょっとねやっぱ抵抗が出てしまうんでやっぱ700のでもその,そのエアロのタイヤが何 C が出てるかですねこれ 34C がね僕はねミッドナイトはまあベストマッチだと思ってるんでベストマッチマッチといえばあれですよえー、っとビビアン・スーです違いますえー、っとえー、っとえー、っとなんだっけ <laughs> マッチ、えー、コンドーレーシング違うえー、っとだからベストマッチなんですよ このエアロのタイヤを見るとなんかねこの辺がなんか違ったような気がするあとはねこの先端が昔パナレーサーなんだっけななんとかでタイヤ使ってた時に結構このここはこう山が高いっていうか、まあ、それで空気抵抗を削減するのかでも山が高くなってくるとあのハンドリングがねこれぐらいは軽いんだけどいっちょっと倒す時にグーッと曲がりすぎるからそれもちょっと危ないなみたいな。 まあ設置面が減っちゃうからじゃあどうするんかなみたいないや,、ま、やっぱチューブレスがいいのかなみたいなまあ結局それかみたいなでもチューブレスはねちょっと僕あんまり好きじゃないんで、まあ、だからまずはミッドナイトをねフロントダブル化していきますんででもうねちょっと部品が今ないんでまあ今やりたいことはまずホイールをクリス・キングにするのと、まあ、クリス・キングね、まあ、スルーアクスだから まあ変換簡単だけどまあだからフロントダブルかまずはそれをやっていってまあ最速だからねすごいですね最速ねソルトレイクのねあそこでこう最速目指す感じですよねインディアンインディアン <laughs> BBY ホワイトインダストリーズの BSA かなまあ本んはローターローターにするか どうかなローターがいいかなちょっと考えます、まあ、ロータータにするんだったらローターの BB にしなきゃいけないしそうですね。ということです。でもし皆さんもその「いや俺の黒森バイクねちょっとこうやったら速くなったんだよ」みたいな「ちょっとモンさん教えてあげるよ」みたいなそういう人いればあのこのコメント欄でもいいですしコメント欄書いてくれることによってよりねこの見てる結構ね視聴者の方ねコメント欄見てますから。 ヘルモスさんあんなんかこの前アンチのコメント入ってましたみたいな「えアンチのコメントなんかありましたか?」みたいな僕もその辺麻痺してますから、まあ、そういうコメントじゃんじゃんくれくれればねあの知らない人見てもらえるしいい情報交換になると思うんで、ね、まあもともとやっぱこういう何て言ったらいいかなもう今最近車しか興味がないからあれですけど、まあ、AE86 みたいな感じですかねもうスーパーマメ号みたいな感じですこれがそれを。 1500万かけて改造するような感じですかね毎年ここ変えていくみたいなちょっとこのビッグプーリーちょっとグリーンにするとか、まあ、そういう感じかなどうやっまあやっぱね元が重いから、まあ、ホイールまあ低いところの軽くするとかあとこの辺カーボンにするとかでもカーボンにしても結局ね前かごつけちゃうからハンドルアルミがいいよみたいな。 最近サークルさん CWD さんが取り替え取り扱い始まったドイツのあのねあの軽量パーツあれもねすっごい気になるんですけどステムがなんかちょっと中途半端ななんか長さしかないからですけどねいやだから僕、ね、思ったんですよやっぱ,やっぱ,やっぱいかなと思って。 ああんかテレビとか見るの好きだからやっぱ僕ももっと自転車楽しんでいこうみたいなまあ当たり前ですけどもっとこう自分が楽しくないとその楽しさをお客さんにも伝わらないしもっとねなんか改造していこうと思った僕自転車やっぱ得意だ得意だっていうのをなんか2日前を再認識したので自転車だったら何でもできるみたいなありますねもしねこの持ってるミッドナイトねもう軽くしたい もっと早くしたいっていう人は今後またエレマントサイクルの YouTube チャンネルね登録してもらえばまあ、届くと思うしでもしちょっとでもいいねって思ったら、えー、当店でお買い物お願いしますないものもね注文できて発送しますからぜひよろしくお願いしますはいじゃ一旦終わりますそうだな これを、ね、イーストンにしていきますかねもうイーストンホイールはなんだっけなホイールがえホワイトインダストリーズのハブでオープンブローかでもですねもしかしたらディープリムにした方がいいんじゃないですかねその、まあ、見た目ですけどねやっぱディープリムの、まあ、初速は重いけどねあのー、速度乗れば感性が働くから ね、進む感じもいいですよね。特に、えっと、このコスミックスタディオンに関してはロードバイクよりも BB ドロップが長くて重心が低いからちょっとね多分出だしがちょっとまあ言い方悪いですけどドんくさい感じになるので、まあ、いかに初速を上げるかそうなるとまあディープリムじゃないリムがいいんだけどやっぱカーボンリムか。 カーボンリムの3 5ミリか4 0ミリハイトでやると初速もまあまあ軽いしでもディープリムってことはだからあれかベアリングかクリス・キングのハブにしてクリス・キングのまあクリス・キングのホイールがいいのが一番結論が出たクリス・キングか今ホイール組んでますからねこれこれはねあの 今、わ、えっと、脇コーティングに出してるグリーン色に塗ってる、ね、空手モンキーが入ってきた時にこのホイールでやりますかシマノの XT のハブに、えー、WTB のリムですね WTB ねやっぱリムの構造いいわこれでこっちは、えっと、イーストンの今仮組みですけどイーストンのリムとシマノのハブこれは、えー、っと一応この富士フェザー CX まあこれ買、ね、クエーム買ってもらったんだけどこのホイールがまだなかったから、まあ、ホイールちょっと貸し出ししようかなと思って貸し出し用のホイールをあの手組みでやってますんで、まあ、もしイーストンのハブ、えー、っとリムとシマノのハブで組むといたいいくらぐらい五5万円から8万円ぐらいか <laughs> ざっくりしすぎてますけど <laughs> 3枚の幅がねまあちょ今週中もちょっと絶対やろうこれなりふい自転車。 ここれはちょっとやっととやう。もう全然終わらないでも2日前にようやく年末2023年の12月の仕事が終わりましたからやっとねここが綺麗になったんでということは次ねそうですミッドナイトがねこの地上に降りてきて、はい、でこのパナソニックも地上に降りてきてあとえ、ね、何だっけえー、っとバーディーも地上に降りてきて で今度このアイスクリームトラックとカスタム品がこっちまた上空に行きますからね <laughs> もうこの繰り返しやっぱこの店がねもう7坪しかないからもうね空中戦ですよもうバスケと一緒空中を制するものは店を制するみたいなそういう感じでやってますねこれあれか DI2 か105の この DI2 の、ね、D を見るたびにあのターミネーター2を思い出します。はい、しばちゃんどうするかなでも速度が出るということは今度ブレーキをね効くブレーキをつけなきゃいけないからとなるとまあポールよりも今ポールです。 まあグロータックの方が制動力がいいからグロータックかなみたいなそうかちょうどねフロントディレイラーがないなと思ったらえ無料コーナーにねフロントディレイラーがどっかあったからそれ105のフロントメカこれまだ使えるしちょうど31.8で28.6のアダプターついてるからサーリー用かなこれあでもトップカバーがないかこの いやー楽しいですねこれちょっと自分のことばっかりやっちゃってるという感じですすいません終わりますよし